いやいやいや、とんでもねえことに出くわしまったいの。さあ、ここは敷島駅を出発してスーパータゴ。昔はもっとこうでっかかったんだけど、歩道に一部店が取られてね、もうここはなんつうんかな、ここに行っちゃ野球チームチップスとか子供の時買ってたいな、ビックリマン。まあ駄菓子屋があってね、そこにてめんちからこう下に下っていくと 200m 先に駄菓子屋があって、そこでよくまあ変なお菓子買ったもんだな。まあ自分の子供にはそんなもんくれねえんだけど、まあ昔はまあ35年ぐらい前までは本当に日本ってこんなに豊かだったんだなっつうんかな、俺はよーくわかる。まあ子供ながらに分かってんだから、まあその親の世代は余計に分かってんじゃねえかな。でここが2区に来たな、奥から2区に来て1回3区通り過ぎて、もうこの辺は2区、ここもだいぶ変わったいな。こんなに道広くなくて、もっと狭くって、この先があんまり変わってねえんだけどな。こんなところにここ梅林だったような気がすんだいな。もう一度こういう風にさ、なんつんだ、建物が建つともう何も分かんなくならいな。もう昔の風景っていうのはやっぱこう映像に残しとくべきなんだいな。でこの床屋ヒースロー、まあイギリスのヒースローだよね、空港の名前から来てだけど、ヒースロー空港、もう右にちょっとね見えねえんだけど、関越のトラスの橋が立ってて、でこの辺もこの辺まだ2区で、この辺から1区になる。同級生の弟が阪神タイガースに行ったうちが、もう豪邸だよね。どうやったらあんな家が建つんだっていうぐらいな豪邸に住んでないな。でここはもう高知でしょ。でここ下っていくと、もうここは4区にな、そこまで行くかな、ここから向こうが4区か、4区になって下っていくと第2グランドがあるんだいな。この道なんてもう通ってる人ほぼいねえだんべえな。昔はよく通ったりしたんだけどさ、まあそっから群馬用水のこの利根川を越える淡水の管路がよく見えないな。まあこれは敏感いらねえ。でこっから佃駅、中学の時から作り始めたっていうところで、なんか工事の話の上で、ここの駅はもう昔から無人駅になっててね、まあ今なんて本当に子供なんてほぼいねえだろうなとしか思えないね。さあ4区を通り過ぎて、まあメインはやっぱりこっちだな。では水道の、鉄道の水道の掘った話とかもし聞けたら、それをこう残しておきてえなっていうのがあるんで、でこの川の向こうがまだここは紙白になるのかな。これはまだ鹿が出ねえのかね。鹿とか、あでも出るな、柵に囲われてるから。こんな畑荒らされたら困るでね。ちょっと一旦切りましょう、水道に入るの。